東京 MX ではこの春、つなげるテレビという企業メッセージを打ち出しまして、さまざまな声や思いをつないで素敵な未来を視聴者と一緒に作り出そうという取り組みを始めています。今年度のテーマは子どもの未来応援です。 MX ニュースでは子育てや教育について特集するコーナーをお伝えしているところですが、今日からは農育ダンスバラエティ番組踊るポリタンの放送が始まりました。月曜から金曜の朝と昼に放送しているこの番組は、ユニークなオリジナルダンスを通して子どもたちの心身の成長につなげてほしいという思いが込められています。東京 MX ニュースはこの番組の収録に密着取材してきました。その模様をご覧ください。先月、都内のスタジオで踊るポリタンの収録が行われていました。軽快な音楽に乗ってリズムのいいダンスを踊っているのは、20代のメンバーからなるつなガールズ。つなげるテレビにちなみ結成されたオリジナルユニットです。つなガールズを真剣な表情で見つめているのは、振付師の南さすがさん。これまでアイドルグループ嵐や乃木坂46をはじめとした有名アーティストの振り付けを手掛けてきました。なんか手ちぎれんじゃないですか。それ可愛いじゃん、可愛いじゃん。前も良かったんだけど可愛いんだよ。綺麗なお姉さん求めてないから、元気が一緒に朝踊りたいと思う人たち。踊りのテーマは農育。踊りは手を大きく広げたり、軽快にステップを踏んだり、全身を使っています。幼少期に体を動かす習慣を身につけることが集中力や記憶力を向上させるという学説に基づき、南さんが脳科学者の協力を得て踊りを考えました。ただ見るのではなく、例えばですけど、私たちの踊りを画面の前にみんな子どもたちが集合して同時に一緒にやる参加型の番組にしたいということで作りました。テレビを見ている子どもたちに楽しく踊ってもらいたい。そのために南さんはつなガールズに笑顔を忘れないようアドバイスしています。笑顔を作ろうとしてる。笑顔を作るのはいらないんです。笑顔になるってことなんですよ。踊ってることによって心が盛り上がったり、だから今笑顔を作っていくんです。それはもうバレちゃう。笑顔になるようにするにはどうしたらいいかなんだよ。うん。心からの。ファイバース音楽スタート。思わず真似しちゃった、思わず体が動かしたくなっちゃったっていう衝動ね、すごい大事にしてほしいんですね。だから無理やりやるとかじゃなく、うわなんか知らないけど画面見てたら一緒に楽しくなっちゃったから踊っちゃった、それが一番いいかなと思ってます。私たちも踊っていてとっても楽しいので、皆さんもぜひ一緒に踊ってくださいね。覚えてね、見てね。かなり動きが大きいですね。そうですね。これ覚えられるんでしょうか。どうなんでしょうね。でも楽しそうに踊ってたので、思わず踊りたいと思ってしまいますよね。その日の天気に合わせて踊りは6種類のうちから1つ踊って放送されるということなんですね。はい、毎日どの踊りが出てくるのか楽しみですね。そうですね。この農育ダンスバラエティ踊るポリタンは毎週月曜日から金曜日の午前7時59分からの1分間と、踊り方を詳しく解説したものが午前11時45分から放送されます。ぜひご覧ください。